はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も地球防衛軍6やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もレンジャーをやっていってますけども、なかなか難しいよね。今、29まで来ております。クリアしていきましょう。なんてこった。なんか黄色いやつが見えるね。空軍は来ない。やばいぞ。援軍は期待できそうにない。あんまり味方はいないか。大丈夫ね。行きます。敵弾兵は恐ろしいが、大将間違えなければ処理できる。奴らには銃がない。近づかず、離れた場所から片付ける。離れた場所から攻撃するって。近づいてきた奴らに。まあいいや、この武器なら奴らを処理できる。どんどん行こうか。来た。よし。なんか手がね、黄色い爆弾だな、これ。おっしゃ、OK。はい。まあまあ、来る前に落としてしまえば全く問題ない。何？爆発した。なるほど、ちょっと周りをちょっと見よう。これ巻き込まれると結構やばいかもしれないね。おっしゃ、問題なし。アンドロイドを投下。敵弾兵です。もうそろそろさ、新型戦はいい。あれだね、ハードでやっていってもいいかもしれない。いける気がする。今までずっとノーマルでやってきてるんで、そろそろハードに変えてもいいのかもしれないね。そういう時期かもしれない。行きましょう。黄色い球体がグレネードです。グレネードを狙ってください。グレネードを狙わなきゃいけないんだ。顔じゃなくって。なるほどね。オッケー。グレネードを狙い撃つことで敵弾兵ごと爆破できる。ああ、なるほど、そういうこと。爆発に巻き込まれないよう十分に距離を取ってください。グレネード倒さなかったら、はい。オッケー。グレネードの爆発を利用し周囲の敵を巻き込む。一緒に倒せるのね、これで。密集した敵の中を。危ねえ、めちゃくちゃ来る。めちゃくちゃ来るやん。よし、オッケー。待て。危ねえ。ちょい。危ない。もうちょっと後ろ離れ。すげえな。すごい、えらいことが起きた。よし、まあ、とりあえず倒したね。殲滅しましたけども、まだ奥の方にいる。アイテムはもちろん回収していきましょう。これアイテムね、もうちょっと簡単にゲットする方法があればいいんだけども、やっぱり装備で拾う範囲を広げるぐらいしかないのか。もっと簡単にね、全部いっぺんに回収できるような形を取れればいいんだけども、まあ後々になるとそういう装備も出てきたりするのかな。どうだろう、出てきてくれれば嬉しいけども。ではあっち側か、行きましょう。どうしながらね。ここ倒してもまだいるな。行きます。間違えた。はい、顔のちょっと横あたりね。あめ、こんなところまで行けなかった。オッケー。うわ、危ない。なに、あ、なんか船が来たよっていうことね。全然大丈夫。あ、こっちにいるな。あー、お前か。でけえのがたまに混ざってるね。危険だから早めに倒しておきましょう。オッケー、ウェポン。大型の敵弾兵は強力なグレネードを装備しているようです。大型もいるの。接近するのは危険です。
遠距離から攻撃してください。わかった。クソ、アイテムをちょっと回収してから行きます。俺たちだけで倒すしかないのか。グレネードも大事だ。狙いやってぞ。いた。ちょっとこれは難しいよ。 OK、 はい、いいね。回復アイテムだけか。新型船がいた。ああ、紫のやつがいる。あれが巨大なやつね。新型船は一瞬で数十キロを移動できます。 OK、 高速で移動しながら船団を維持するため、あらかじめ中継地点を定めているのだと思われます。いけ、ナイス。集団がバラバラにならないで。待て、これは危なそうやぞ。見えないぞ、全然見えない。やばい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 。よし、オッケー。わわわ、爆発する。やばい、回復から行った。ダメだ、こんなんじゃ多分カードはクリアできない。こんなんじゃ無理だ。よし、はい、爆弾を縦にしてやがるな。 OK、 いける。なかなか勝ってえな。おいし、問題なし、いけるよ。ちゃんと今までね、しっかり練習しながら来てるから、いけてるいけてる、倒せるもんだ。でこっち、あー、いたいたいた。特にアイテムもまあまあ取らないでいいか。早めにクリアしましょう。あと3、4体でおしまいだね。おい、はいはいはい、おい、結構爆発する範囲が広い。結構広いな。よし、オッケー。待って待って、よし、落ちてたやつ結構ダメージも食らうし、やばいやばい。壊れねえな。あ、壊れ、おーい、しばくする感じだな。あ、でもクリアです。なかなか難しいね、やっぱり。はい、ということで、とりあえずエピソード29クリアですね。配信可能なのが今のところ46までなので、まあ、もう少し進んでいきながら、動画を配信していきます。よろしくお願いします。ということで、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。